まず今日90分振り返って試合いかがでしたか。いや、難しい展開が長く続いたんで、でもその中でしっかりと追いついたことはすごく良かったなと思います。試合立ち上がり早い時間帯にご自身のゴールでリードしました、はい、これについていかがですか。いや、いい時間帯に取れたんで、またもう1点という気持ちでやってましたけど、そういったところで追加点が自分で取りたいなと思ってました。ご自身のゴールとしては20節のベルディ戦以来のゴールとなります。これもかなり待望のゴールだったんじゃないでしょうか。そうですね、やっぱフォワードとして結果を残したかったんで、試合に出る以上狙ってたんですけど、なかなか結果につながらなかったので、すごく今日は点が取れてよかったなと思います。また今日25歳のお誕生日ということでバスでゴールにもなりました。いかがですか。そうですね、狙ってはいたんですけど、特に今日は両親も見に来てくれてたんで、そういう意味では感謝の気持ちを伝えたかったなと思います。この90分を通して町田らしさというのは出せたんじゃないかなと思うんですが、この部分はいかがですか。そうですね、相手に攻め込まれる時間帯も多かったですけど、町田らしく最後の時間帯、僕は交代しましたけど、チームメイトがすごくしんどい時間帯で前に行く姿勢を見せてくれてたんで、勝ち点3につなげられるようにこれからやっていきたいなと思います。これ勝ち点1を3につなげるにはどんなことがこれからもっと必要になりますでしょうか。もちろんもっと個人個人がファイトすることもそうですし、ただやっぱり最後のところで決めきれなきゃといけないなというふうに思います。今シーズンも残り4試合となりました。次はホームで佐野木との戦いになります。今後に向けて最後に一言お願いします。そうですね、チームとしても勝ちきれてないので、ホームで勝ってサポーターの方とラインダンスしたいなと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。